僕フォルテ。おはようございまっちょ、フォルテです。シャキーン。俺は友達と絶好だけどピアノ大好き、月光。今日はベートーベベンの月光弾いてみたいと思います。月光は高校3年生の時に挑戦しました。あれからは、正直ね、疎遠となってました。絶好。というわけで、久しぶりにね、月光をね、ちょっと弾いて、まあ、全楽章を弾けるようにして、レパートリーとして、増やしていきたいなと思っているので、またね、まあ、月光をちょこちょこ始めていこうと思い、この動画を回しました。とりあえず、三楽章を、まあ、弾いてみたいと思います。今まで何回か、生配信とかでちょこちょこ、弾けるとこまでは弾いてみたりとかはしてたんですけども、昨日ね、ちょっとお家で1時間ほど練習してみたら、結構復活したので、ちょっとね、お見せしていきたいなと思います。それでは、早速、やっていき、まっちゃ。最初がかっこいいんですよね、これ。
今のちょっとむちゃくちゃした。でしたか。まあ高校3年生ぶりだから3年生の終わり、大学1年生ぶりってことでしょ。ほんなら約6年ぶりぐらいに今弾いてます。ちょっとね時々練習したりとかしてたんですけども、やっぱりねベートーベンなんで、下手なところが丸分かりでした。というわけでね、まあこれからも練習を重ねていこうと思ってるんですけども、まあねっていうのは、まあ今回ね今ネズ状の CD を制作中なんですけども、それがね、まあ、ベートーベンで、すごいね、熱情レコーディングしてみて、すごい楽しかったんですよ。で、まあ、ベートーベンは、有名な曲がたくさんあるんですけども、月光っていう曲は、そこまで長くないんですね。全部弾いても17分ぐらい。って考えた時に、やってみたいなと。全楽章、コンサートとかで弾いたことないので、まあ、今後弾くためにも、やっとこうっていうことで、始めてみようと思います。まあ、でも、過去にやってるので、まあ、そこまでね、大苦戦するような曲ではないと思いたいです。はい。というわけで、ちょっとね、苦手だったところからやっていきましょう。まず苦手だったところは、展開部ですね。ダメちゃんよ。いきますよ。はい、この再現部が難しい。来ましたね。ゆっくりやっていったら結構すぐ復活していきたいですね。
難しいね。これからもね、練習頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。皆さんもね、まあ、クラシックの曲難しいですよね。だけどゆっくりね、頑張っていきましょう。ピアノ自体はね、やればやるほど楽しいことがよく分かってきます。弾けると楽しいんです。だからね、みんなもね、頑張っていきましょう。というわけで、ここまで見てくれてありがとうございます。よければチャンネル登録お願いしまっちゃ。というわけでね、じゃんけんぽん。ありがとね。よければグッド押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボーイ、マッチョ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 。